いわき市入部400年記念プレイベントは、市いわき総合支所産業建設課の主催で開かれました。会場では、いわき市入部に始まる亀田藩の歴史を学ぶ講演会が開かれました。会場の天佐木城にはおよそ50人が集まりました。講演ではいわき町歩き案内人の会代表の佐々木雄三さんが講師を務めました。佐々木さんは亀田藩主となったいわき氏の成り立ちや戦国武将真田幸村の娘でいわき氏に嫁いだおでんの方などについて解説しました。佐々木さんによりますと、いわき氏は平安時代から関ヶ原の戦いまでのおよそ500年間、現在の福島県いわき市付近を治めていました。石高12万石の戦国大名でしたが、佐竹家から養子に入り当主となったいわき定隆は関ヶ原の戦いで消極的な態度を見せます。そのためいわき氏は徳川幕府の処分によって一度すべての領土を失います。1600年に関ヶ原の戦いが起きますけれども、この時徳川家康からは佐竹家が上杉を攻めるようにという通達をもらってですね、でその時にいわき家も佐竹家と一緒に攻めるようにということで通知をもらってるんですけども、実は佐竹義信は弟に対して、そう無理やり出ることはないだろうと、ということは佐竹家が、だいぶ豊臣秀吉からお世話になってるもんで、総羅金は豊臣家の方に義理を果たさなきゃいけないと。その後いわき氏は現在の長野県に領地を得た後亀田に移されます。今からちょうど400年前の元和9年1623年にいわき定隆の子義隆が亀田に入りました。亀田に入っておよそ3年後に義隆は秋田藩佐竹家の養子となります。後を継いで亀田藩2代藩主となったのは義隆の叔父で、秋田藩の初代藩主佐竹義信の弟の信隆です。この信隆の妻が戦国武将の真田幸村の娘おでんの方です。京都から連れてこられて亀田藩に入るまでの間にですね、佐竹信家の奥さんになるんです。最初は側室です。その時に直という形で側室で入った場合は実名で使います。ところが旦那が、に当たる人がですね藩主になって、それから前の奥さんと別れて、そうなりますとね、今度実名は使えない、実名を使うのは無礼に当たるということで、実家の名前を使うわけです。で実家は真田ですから真田の方という呼び方をするんです。ところが真田の方と呼べば、それを使えばまた徳川家から睨まれると、ましてわずか2万石の亀田藩を取り上げる、取り潰しになるなんていうのは簡単な話だと。じゃあ真田の佐奈を取ろうと、ただ本人はいい人なんで尊敬する意味で恩をつけておでんの方という呼び方をしたわけです。佐々木さんはこのほか亀田藩の参勤交代の様子などについて詳しく説明しました。参加した人たちはメモを取るなどして聞き入っていました。今後はその入部4年に関して、コロナでだいぶ行事が中止になった例が多いので、それを再復活していくと、例えば旧藩祭だとか、それから各屋屋でやってた昔のひな祭りだとか、そういったものを復活させて1年間を過ごそうと、それからあとは秋に向けて皆さんに来られるように街歩きをやって少し宣伝を強めていくという形ですね。